はい、じゃあガライの町に行きましょう。ガライの町ですね。魔法使いが出なければまあたどり着けるでしょうというね。もうスーパーファミコンになってやっぱり結構ね楽になってるんで、今ナンバー3ですけれどもね、なんとか行ければと思います。言ってもガライの町、ここが何しに行くところかっていうのがね、いまいちよくわからないんですよね。結局そのガライの銀の盾ごと、ガライの盾ごと、どっちかですよね。なんか盾ごと手に入るっていうイベントがあるのは知ってるんですけれども、あ、もう着きましたね。意外に、こんなでしたっけ、こんなあれでした。お、よかった。あ、ここももう魔法の鍵じゃないと開かないと。何この人、なんか吹いてんの、これ。めっちゃ光ってんだけど。歌はどうです？旅の人。はい。あざした。実は僕、伝説の詩人ガライを目指して修行中なんですよ。びっくりした。で、宿屋があって、昔語りの町ガライへようこそ。おー、いいっすね。元気、元気で行こう。ラダトームから来たのか。だったら途中に洞窟があっただろう。ありました。あれが伝説の勇者ロトを祀ってあるという洞窟だと。なるほどね。武器見ましょう。結構もう高いんですよね、確か。銅の、あ、鉄、そう、鉄が出てきましたね。鉄の斧、鉄の盾欲しい。でも800で守備力が6しか上がらないっていう、この素晴らしさ。この鎖片びらでもう6が上がるっていう、絶対こっち先買った方がいいじゃんっていうね。鉄の斧100ゴールド、だいたい攻撃力1なのかな、なんとなくね。 OK、 17個しか持ってない。遥か昔、銀融詩人のガライは長い旅の終わりにこの地にたどり着き、そしてこの町を作ったそうじゃ。なるほど。前も聞いたけどね、何回聞いてもなるほどというね。ガライが作ったと。だからここはガライの町と呼ばれているのじゃよ。はい。僕は見てしまいました。ラダトームの姫をさらった魔物が東の方へと飛び去っていくのを。ああ、誰か姫様を助けに行くような勇敢な人はいないものでしょうか。いますか。ではその人に伝えてください。姫様は東の方に連れ去られていったと。なんでこのガライの町から東の方が見えるんだっていうね、ちょっと疑問がありますけれどもね。竜の鱗、これはラダトームの町と一緒ですね。それでまあ鍵がないと開かないっちゅうことですわな。これファミコンの時はなかった気がするんですけれども、まあとりあえずダメだと、今の状態は。なんかありそうだけれどもないのかな。ちょっともうちょっと周りを、なんかね、変わってるところがないのかなとか、これは出ちゃうなね。ガライの町、意外に近かったっていうね。じゃあもう終わりっていうね、この動画は。ああ、特に何もないと。OK です。で、そう、ガライの盾ごと、銀の盾ごとの使い道がね、よくわからないんですよね。鳴らすと、まあ、敵が出てきますわな。それは知ってるんですよね。なんか使いましたっけ、イベントで。ちょっと覚えてないんですよね。まあ、こんな効果があるよとか他にあったら教えていただければと思います。コメント欄でお待ちしておりますので。で、早速ね、ちょっと行き場を失ったっていうね。お金がないと何もできない。じゃあちょっとマイラの方でお金貯めますかね。そう、銀の盾ごとと、あとドラクエ4にのメネアの銀のタロットとか出てくるじゃないですか。そこら辺
となんかリンクしちゃって、自分の中で勝手に、だからいまいちねよくわからないっていう。銀のタロットはなんか戦闘中に道具で使うといろいろな効果があったりして、まあ便利だったりするんですけれども、うん、銀の盾ごと、盾ごとなんか普通に暮らしてて見ないですよね。それこそ銀、今だと何、ハープなのか。ああ、そういえばハープ、友達の結婚式でその新婦さんの友達がなんかその友達として出てた人が一回持ってきて演奏してましたね、ハープ。すごい大きくて綺麗な曲で、綺麗な方でした。やっぱ結婚式はいいっすね。もう結構前だけれども、やっぱり覚えてるもんは覚えてますね。大事な、結婚式、どうでもいい人のはねあんまり行かなかったりするんですよね。ちょっと時間とあれかなみたいなね。まあ友達とかとね相談したりはするんですけれどもね。もうね、ややブラックジョークみたいな感じになってますが、これ池、まあここら辺で出てきたけど、なんか明治ドラキーをなんかペラペラ喋りながら普通に倒したんで、なんかいけそうな気しますよね。おお、よっしゃ、一発。あれ、こんな弱かった？ちょっと弱くなってる？言ったらもしかしてファミコンの時に強すぎて怒られたんですかね。ちょっと魔法使いくん、君さ、ちょっと違うよね、違うよね君って、ちょっとめっちゃ言われたのかな。やっぱ明治ドラッキーの方が経験値とお金も高いし強いよね。あー、大サソリか。まあいいや、行こうか。なるほどね。これ1のいいところは怠慢なんですよね。それが一番いい。あ、ちょっと怖いぞ。ギラ、いいね。魔法使いくん、ちょっと怖いっていうね、トラウマやっぱりあったんですけど、なんか拍子抜けしちゃったかな。でもラリホー使ってきますよね、ラリホー。あれはやばい、本当に。いつ起きるか分かんないっていう。いやでも本当に格段にレベル上げとお金稼ぎが楽、本当に。こう戦闘も楽だし、大サソリもっと硬かったもん。でもっとオレンジの色してたもん。明治ドラキーももっと赤々しかったもん、ファミコンの時。ギラとかやるとちょっとなんか白くなるって。これ魔法使い弱い。8と16だもんね。なんかちょっとがっかりかな。こっちはもうあれっすもんね、リムルダルだっけの方と、あとまあ東の方に連れ去られていったっていうね、ローラ。ローラじゃねえや。ローラって言っちゃったけど。ローラか。いいのか。ローラっすよね。うわ、もうダメージ受けない。あれ、レベル1個上がったな。1回上がりましたね。いつ上がった？というか、上がったって言ってました、私。全然意識してない。あとはもうドラゴンちゃん倒して、あーでも結構ワンもなんだかんだでボリュームありますね、これ。まあそれなりのボリュームではある。やっぱりよくできてるっすね。魔法の鍵めっちゃ大量購入しないとダメだし、
あと雨雲、まあ、虹の雫手に入れるまでがやっぱり結構長いですね。長いっちゃ長いな、うん、長いっちゃ長い。どうしましょう。ちょっとこいつ、まあ私は楽しいんですよね。倒して倒してお金と経験値やって。でも絵的に明治ドラキーとかだけですもんね。ゴーストとかなんかちょっとハロウィン感ありますよね。大サソリもなんかちょっと色的にハロウィン。魔法使いはもう格好が、あ、ここか、この下っすね。お前はええわ。もうあんだけビビってた自分が情けない。まあでもやるまではなんかハードルって高く見えますよね。うん、実際やるまで何事に対しても。でも実際やってみるとそれほどめちゃめちゃっていうことじゃないっていうことがね、ほとんど、うん、結構やっぱり本当に若い時とかはそれなりの勢いもあっていろいろできるけど、やっぱり怖い、わからない、怖いっていうのがあったんですけれども、いざそのやってみると、あれ、これ案外素人でもできるんじゃないっていうことが結構多いかなと。だから何でもやってみるもんだなと。だもちろんあのプロに任せた方がいいものは任せた方がいいですよね。やっぱりそういう専門の人本当に完璧にやってくれますから。まあ、時間をかけて自分の手作りか、まあ、お金をかけてプロになるかと。プロに任せた分自分は他のことに動くと。ラリホー、こっちも覚えましたね。お金は468、素晴らしい。ここ鋼の鎧っすよね。そう、これ欲しいっすわ。鉄の斧もいいけどね。斧先手に入れますか。斧手に入れて鋼の鎧手に入れると。あれ、宿屋はそこか。温泉付き宿。じゃとりあえずもうマイラで鉄の斧買ってちゃおう。こっちからは出られないのか。お、え、あ、お、ほうほう。そっか、松明必要か。でも大体覚えてんのよね。下行くだけでしょあれ。でも下行くと出ちゃうと、あ、毒の町かめんどくせえな。はい、出ちゃうとリカント、ダークリカントとか言いたいよね。あいつになってくるとちょっとやばいかなと。やっぱり鉄の斧っすね。銅の剣の後は鉄の斧、これが第一ですね。鉄の斧だったかな、なんかあんまり覚えてないんすよね。鉄の槍じゃなかったっけ。でも斧か。でもちょっと勇気いりますよね。銅の剣ってきたら次鉄の剣とかでもいいと思うんすよね。なんで鉄を斧にしたんでしょうかね。ちょっと武器のバリエーションも増やしてみたかったみたいな気持ちが見え隠れするかなと。鉄の斧、そうっすよね。まあ戦士が使う武器、勇者が使ってもまあ問題はないけれどもね。斧はやっぱり攻撃力が高くて命中率が低いっていうイメージ。一撃必殺みたいなね。もうお、来た。というか銅の剣売ればよかったんか。90ゴールドで売れるよね。
攻撃力6上がる。こっちで買ったやつちょっと攻撃力5、あーいいのか、5か、500ゴールドで大体5っつってたのか。こっちで買った鉄の斧の方が攻撃力高かったとかだったら面白いけど、それもそれで面白い。 OK、 装備させてもらった。じゃあ銅の剣はいらないよね、いくらで買い取りましょう。そこまでやってくれたら素晴らしい。よしよし行こう。これあーそっか、鉄の斧装備したグラフィックとかもちろんないよねないっすよね。じゃあじゃあじゃあもうどうしよう。こっからがどこ行くかっていうので悩むよね。ほら急にいきなり命中しない、なんで。ちょっとやめて、命中率低いって言ったのを聞かれたか。命中率とかないですよね、これ。あるのかな、素早さが下がったとか。わからんな、わからんな。ちょっとただドラゴンのところは鍵がないと確かいけないはず。サソリここ入ってきちゃダメだから、お前は。ドラッキーとかだったら飛んでるからまだいいけど、入っちゃいけねえとこだよ。親に教えられたでしょ、あそこ行っちゃダメって。これ見えないけど、なんかナメクジみたいなやつ出てくるよね、敵。まあゴーストと、名前なんでしたっけ、なんかメドロームみたいな。こうしてこう見したいって、あじゃあメイダちゃん、ナメクジみたいなやつ、アサリみたいなやつって呼んでる。こいつももう倒せますから。あ結構もらえるね。こうしてこんな感じだったよね、あれ違ったっけ。あら、わからんわからん。あれ、バカな。ここら辺だったと思ったんですけどね。まあまあ HP MP はありますから大丈夫大丈夫。あれここ来て下来て、あ、押したいけるよね。でっていうとこっすよ。これリカントもいけるな。あれ、あー、いけるいけたいけたいけた。ん？なんかおかしいぞ。今先制されたな。ちょっと気をつけないとね。あおー、あったあった。オッケー。ほら来た。まあお金、あーまあまあまあちょっと行きましょうか。ダークリカントだよねここは。水色のやつ。ダークリカントはあっちの方、ドムドーラの上の方。ようやくね思い出した、そのファミコンの方やって。全然結構ドラクエ自分の中で結構やり込んだなって思ってたけれども、全然忘れていたっていうね。あったあった。おつー、おう、これでもいけるはず。攻撃もなかなか。おし、オッケース。ナイスナイス。いいね。ちょうどいい感じ。早くも3回目でここに来るっていうね。おし、気づいてない。このバカが。おし。
お？お、あ、お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 、危ない、危ない、ちょっと危ない、いや、かなり危なかったっすね、今気づいてなかったら死んでたね。いきなり冷や汗ぶわーってちょっと出てきましたね。やばいやばいやばい、ちょっと、まあ、うわ、あいつ、こいつ攻撃先か、こいつ、これまずいな、ギリギリっすね。頼む頼む頼む、マジでマジでマジで、おーおー、いやー、でもこんぐらい緊張感がないとね。よーし、今 HP40? 最大 HP40 しかない、50ぐらいあると思ってた。よーし、来た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 、OK、 リムルダールの町ですわ。あ、そうしましたら次回リムルダールの町、ここ探索いたしましょう。いやー、なんとかたどり着けましたね。よかった、鉄の王の川の盾、川だけで来た、川と鱗だけで来たっていうね。いや、リカントちょっと危なかった、緊張した最後でしたけれども、よかったです。では、次回もぜひよろしくお願いいたします。テッシーでした。